に出たデビューアルバム、私とっても好きだったんですけど、作っててどうでした？メデスキー・マーティン・ウッドとマーク・リボと一緒にセッションしたんですけど、なんかすごい教えられることがいっぱいあって、すごく勉強になりました、ね、もう楽しかったですけど、どんなことを教えられました？一番、みんなに驚いたんですけど、マーク・リボさんもすごくてマークさんは何をするんですか？ギタリストなんですけど、彼の演奏はもちろんトム・ウェイツとか聴いたから知ってたんですけど、実際目の当たりにすると、普通はその演奏に合わせて弾くと思うんですね。彼はね、ちょっとずつずらすのが美観で、テンポを、だからその一生懸命足でこうやってこうずらしながら弾いてるんですよ、それもびっくりした。タイミングにと合わせない、合わせてるんだけどちょっとずらす。そうです、びっくりして。それで音程ももちろんずらすというか、なんていうのかな、そのコードにはまらない音っていうか、ちょっと強和音的な音も入れていく。そうですね、どんどん入れていくし、なんか鍵とか洗濯バサミとかヤスリとかいっぱいこうやって散りばめたりとか、床にいっぱい置いてあって、それを拾い上げて、なんかギターとは思えないような音をどんどん出していくって感じで、でも彼はもうすごい真剣な顔してそれやってて、私は後ろで見てたんだけど、なんかもう泣いちゃったの。あら、それは素晴らしくて、そう、この人はもう世界に一人しかいないなと思って、もうなんかこうやってやっててすごいなって。音楽をやるきっかけみたいのは音楽をやるきっかけは高校1年生の時なんですけど、なんか中学校の時に私はアメリカから日本に帰ってきたんですけど、その頃ってやっぱり自我が目覚める時期じゃないですか、いろんなこと考え始めて、でなんかでも周りの友達はあんまりそういう人生についてとかの話するとなんか真面目だとからかわれたり、なんか暗いって思われたりしてたんですけど、でもすごい考えるタイプのっていうか、考えちゃう、いつも考えるの好きだからで、なんかそういうこといろいろ考えてて、でなんかで音楽はなんか永遠だなと思ったんですよね。だから永遠のものをやんなきゃいけないなと思って音楽やることにして、それが高校1年生の時でコピーバンドとかから始まって、どんなことを考えてたんですか？日本に戻ってきたっていうか、はい、いやいや、その頃まず高1の頃、なんかとってもいろんなことを考えてらっしゃった。すべて虚しいって虚しい、すべてなくなっちゃうもんだから虚しいなって思ってて、だからなくなっちゃわないものがいいなって思ってた。で、永遠なものって考えたら音楽があった。そう、それか、アマさんとかオクシーさんとか、そういうのもいいなと思った、将来の姿としては、でもなんか寄捨て人になるのはちょっと早いかなと思って音楽の方がずっと生きてるって感じするからいいやと思って、それからなんです。で、子供の頃の体験がなんか今の考え方の基本になってるって聞いたんですけど、具体的にはどういうことなんですか？小学校はずっとアメリカで、中学校の時に日本に帰ってきたんですけど、基準が全然違うんですよね。なんか例えばアメリカだったら授業を受けてて、答えが分かったらみんな手を挙げるじゃないですか、なのに日本に来ると答え分かってても誰も手を挙げないし、なんか「あ、分かるよ」とか言って「それはね」とか言って言い出すと、なんか生意気っていうか、なんかそうですね、っていうかちょっとからかわれるといじめられるっていうか、あ、やっちゃいけないのかこの国ではっていう感じだったんですよ。それだけじゃなくて、なんか例
えばなんかあのテスト勉強でも、うん、なんかあ全然してないしてないとか言っても、うん、95点とか100点取ってたりして、うん、なんかきっとアメリカだったらなんで嘘つきじゃんっていうことになると思うんだけど、うん、なんか日本ではそこ出過ぎちゃいけないみたいなのがあって、うん、あだから国を越えたらそのそういうなんていうの基準なんてコロッと変わっちゃうっていう感じがすごいしたから、うん、やっぱ帰ってきた瞬間っていうのは相当ショックがあるものなの、うん、ありますね。日本のそういう見えないルールっていうのが分からなくて、うん、あそうですね。最初は全然分からないから戸惑いますよ ね、うん、ねで結構好きじゃなかったりすることが多かったので、うん、私は、うんそうですね。それに対してなんかこう反発したりして揉めたりもする周りの、うん人といや揉めたりはしなかったけど嫌だ嫌だって結構思ってましたね。まあ最近とかはね、うんまあ、そういう社会でも、まあ、自分だけ、うん、そういうのに染まらなければいいやとか思ってますけど、うんうん、どうですか小中さんは。そういう社会の中でどういうふうに生きようかなとかって。ああそうなんですよ。だからそのやっぱり日本に行ったらこうあアメリカに行った子だし、日本に行った子だし、ドイツに行った子だしって基準がそれぞれみんなあるわけだから、うん、なんか私は別にアメリカでも日本にも基準を置かないで、うん、なんか自分でその時にいいかどうか考えていいと思えばやるっていう自分にすごい確認取るように なった気がするんです。それがおきっかけに、うんうんうん、それでなんかこの窮屈さっていうのは取れた。いや、取れないですけど。ずっと取れないものかな。そうですね。多分日本だけじゃなくて、どの国にでも、うん、何かが窮屈だとか感じてる、うん、なんかおかしいんじゃないかとか感じてるはずだと思うんですけど、うん、そういうことをやっぱり、うん、歌の中にやっぱり込めてます。うん小学校の時って男とか女とかないですよね、うん、そういうのがいいなってすごく思うんですよ、まあ、特に日本に帰ってきて男と女っていうのがすごい区別されてるなと思ったんで、うん、なんか例えばどんなと思った。まあ、まず言葉男言葉女言葉っていうのがあると思うんですけど英語ではないですよね。そうですね。とか、まあ授業でもやっぱり家庭科、技術科とかもあるし、まあ私は私服だったからみんなジーパン履くんですよ。行くとき、でもやっぱり女の子はセーラー服のスカートだし、男はズボンだし、なんかいろんなところでさよ、うん。そういうことで怒ったり、怒りを感じたりもする。怒りはそういうことには感じないんですけど、怒りは感じないんですけど、ちょっと怒りを感じるのはなんか電車に乗ってて、やたら女性が乗るのが多いなと思うんですよ。なんかそれが傷つきます。やっぱりちょっとなんかこの間も私テレビに出たんですけど、私はただ歌手として歌っているのに、なんかこう下からカメラをこうなんていうのかな、下の方からこうやって撮るんですよ。こう体を撮るっていう感じで、なんかやっぱりあんまりいい気分じゃないから。女性のねバンドが日本で初めて出てきた時とかね、もう十何年前だけど、やっぱり撮られ方っていうのはその下から撮ったりね、あと、まあ、下着姿のバンドだったり。そういうなんか捉え方をするケースがあったりして、はい、その十何年前から未だまだ変わらないところはあるんだよな、きっと。女の人っていうとなんていうかやっぱりスカートの中を見たいようなさそういう発想がどっかに湧いてしまうというのはね。いやそれは正直言って私だって巻きますけどそれは巻いたものをそのまま何かね映像にしても仕方はない仕方ないような気もしますか。それはなんかその個人レベルでは全然いいと思うんですよ、うん、それがなんかこう公の 場でっていうかなんていうのかな、電車に乗って、うん
乗ってもそうだし、テレビ出てもそうだしって言うと、なんか、ゆきくんじゃないこの番組のカメラは下からありますか